スペイン寄贈曲、スペイン寄贈曲、一般には、西洋では、カプリッチョエスパニョールで呼ばれることが多い作品34は、ニコライ・リムスキー・コルサコフが1887年に作曲した還元楽作品である。はっきりとした旋律と典型的な歌性が見られる。バイオリンをはじめとして様々な楽器が、ソロで活躍する部分が多いことも特徴である。 バイオリン独奏に関しては、同時期に書かれリムスキー・コルサコフの還元楽作品の代表とされる公共組密シェヘラザード、助曲、ロシアの復活祭にも言えるが、スペイン起奏曲は最初、スペインの主題によるバイオリンと還元楽のための幻想曲としてスケッチされており、途中で作曲者が意思を変更し、結局還元楽曲になったものである。もともと還元楽曲であるが、 水奏楽団によって演奏されることも多い。ピアノの連弾版もある。1887年10月31日、ペテルブルクにおいて作曲者自身の指揮、マリンスキー劇場還元楽団の演奏で、初演された。リハーサル時より、楽団員から、盛んに称賛されたため、ベラー F 社から楽譜が出版された際、初演を受け持った楽団員に対して作品が検定され、 送付の扉には初演の時の67名の名が記されているピアニッシも11、13。初演の1887年10月31日の第2回ロシア公共学演奏会のリハーサル時には楽団員から称賛された。ニコライ・リムスキー・コルサコフは自身の年代記の中で次のように述べた。最初のリハーサルでは第一部の演奏が終わるや、 いなや、学院全部が私に拍手し出した。同じような拍手がフェルマータの許されたところに来ると必ず起こった。私は、管弦楽団にこの曲を捧げることを申し出た。全員の満足がこれに対する答えであった。とある。また、楽団員のみならず、聴衆や評価にも好評だったようで、1887年12月5日の、 第5回ロシア公共楽演奏会では、聴衆の要望により、プログラムに加えられた。ニコライ・リムスキー・コルサコフは、自身の年代記で、聴衆や批評家の意見に触れてこう書いた。起奏曲は、苦労なく演奏され、きらめくばかりに響いた。演奏会では、後に二騎士の式ですら演ぜられなかったほどの完全な魅力と思って演奏された。曲は、長さにもかかわらず、 本当のアンコールを呼び起こした。起草曲は素晴らしくオーケストレートされた曲であるという批評家や講習の意見は正しくない。起草曲はオーケストラのための華麗な作品である。とあるピアニッシモも11から12。ソロはバイオリンチェロオーボエクラリネットハープフルートホルーン、イングリッシュホルーンの楽器が務める。素材として取り上げられたスペイン民謡は マドリード音楽院教授を務めたスペインの作曲家、ホセインセンガが1874年にバルセロナで出版したスペインからの響きエコサインでエスパーニャという民謡、部曲集からの借用である。同僚であった9位はリムスキー・コルサコフはそれを作りはしなかった。しかし、スペイン音楽の明るい色彩をあくまで保ちながら十分な家政的変更と追加と、 対違法を加えたとこの曲を表した。ビーボエストレピーソイ長長四4分の2拍子。ビーボイストレペトーゾは、活発に、やかましくという意味である。P29、ケンブリッジディクショナリー、ストレペトーゾの項。アルボラーダとは、恋人たちの朝の別れの歌であるが、気楽曲にも用いられている。しかしこの場合には、朝の喜びを称えるスペインの民族部曲と見られる。 激しい踊りを表すメロディが極めて簡単な、その上ほぼ変化のなく繰り返される伴奏を伴って、バイオリンで演奏される。バイオリンが主旋律を演奏し終わると、これを受けて静かにクラリネットが、しかし力を込めてソロを歌う。再び、バイオリンと全楽器演奏で主旋律が演奏されるが、そこでは、いくらか還元楽法が変わっており、続いて、 前と同じように、クラリネットのソロになるが、ここでは、バイオリンのカデンツァがついて、最後に、ティンパニのかすかな響きと剣の和音でこの部分は終わり、2に移行する、ピアニッシモも、13から 14? アンダンテコンモトへ、蝶々8分の3秒し、アンダンテコンモートは、歩くくらいの速さで、動きをつけてという意味である、P295、ブリタニカ国際大百科事典、アンダンテの項。 ビオラ、チェロ、コントラバスの静かな伴奏で4成分のホルンが、牧歌的な旋律を演奏する。主題に基づく5つの変奏曲となるが、第1の変奏は、バイオリンとチェロによってこの主題が歌われ、第2の変奏では、感覚器で歌われる。これは少しテンポが遅いポーコメのモッソとなっていて、柔らかな音色で主題が歌われ、イングリッシュホルンとホルンの音は、 極道が吹く2本の足笛を思わせる。この静かな第2変装に続いて、第3変装では、管弦楽器で力強く歌われる。テンポプリモとなって、第4変装に移り、ここでは、クラリネットとバイオリンが16部音符で伴奏する。第5変装は、全楽器演奏で、木管が主題を奏し、最後に、フルートのソロが、半音快適な決備を奏して終わり、 3に移るピアニッシも14から15ありがとうございます。